クロワックス。はい、ということで突然こんなね部屋から始まりましたが、はい、国道の旅ね番外編ということで、はい、ジェイク・ロバーツというチャンネル、運営をされてるジェイク・ロバーツさんでいいですかね。はい、はい、そうです。のお部屋に突然お邪魔しております。部屋の感じいいですね、いいですね、この感じ。あの少年のお部屋、しかもちょっと二次元、心躍る2モニター、ね、こういうのが好きな方もいるんじゃないでしょうかということで、ここでね、うん、今日何するかっていうと荒野行動を、むちゃくちゃね素人が、上手い人に教えてもらうっていうね。ということで撮っていこうと思います。はい、はい、ということでこの3人でこれから動画を撮っていこうっていうところなんですが、はい、どんな動画撮りますか。まあもちろんね、僕フェラーリ欲しいんで、うん、あ、はい、あのフェラーリ、さっきちょっとお話聞いたんですけど、うん、10万円、10万円課金してもフェラーリ出なかった人がいるのにチャレンジすると。1万円買ってきたんです。やばいな、1万円。まあ、お二人と一緒に引いて、はいはいはい、会ってもらいましょう。やりましょうということで、多分ね代表が一番運良さそうなんで、1万あれば7回引けるんで、俺さんでテラさんと代表で2回ずつ引いてもらう感じ、うん、おお、いいですね、いいですね。そういうんでやるって感じですね。OK、はい、です。そういう感じでやらせていただければと思いますんで、ガチャの動画撮っていきますんで、ご覧になってくださいって感じですね。お願いします。はい、行きます。行きましょう。はい、ということでどんどん引いていきましょう。じゃあお願いします。ちょうどもう iTunes カードのね読み込みは終了したということで OK です。じゃあとりあえず1回目で、はい、いきます。一発で当てちゃうか。あ、こういう感じなんだ。でもこれは普通ですよね。あ、出た、なんか出た、なんか出た。おお、フェラーリ出なかった。フェラーリは出なかった。フェラーリはないな、明らかに。でもダイヤ2000なんで、まあ、あ、ダイヤ2000すげえ。ハスルよりはマシですね。ダイヤ2000、ダイヤ2000にダイヤ2000。あ、ダイヤ2000が4つだから、2、3が6000。おお、すげえ。え、これ1回いくら。うん、1回何十円。そもそもいくらの。1回大体、金貨で780なんで。はい、780は。とりあえず680で1200なんで。あ、じゃあ1回のガチャがもう1000円以上すると。1000円以上す。すげえ。ってことは10連ガチャを7回やれると。7回で。ああ、やりましょう、やりましょう、いきましょう。とりあえず1回で。やばい、あと6回だ。もうあと6回だよ。じゃあちょっとこう、あ、順番に押していいですか。押していいですか。いいっす、やった。テラさん、こう、次テラさんで。もうこれ勝手に始め、あ、こういう感じなんですか。こういう感じ。来た、来た、来た、違う、なんかこれ光ってる、なんか、カツラが、カツラ、あ、ピンク色のカツラが当たりましたね。ということで次代表ですよ。代表いきますよ。お願いします。牛丼先輩。さあ出た。おお、なんだこれ、違った。なんだ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 、銀河の輝きが。ああ、お、なんかこう、何この輝き。ズボン、ズボンですね。ズボンが当たった。これ一応あれですね、このガチャのフェラーリの1個下の当たりですね。どれか、これ前回僕当たったんで、かぶってチケットに変わっちゃいましたね。あ、かぶったらチケットに変わるんだ。かぶったらチケットに変わって。あ、なるほど。基本的にだから絵的には美味しい映画はすぐるも撮れなかったと。まあまだ1周目です。はい、まだ1周終わっちゃいました。もうこれね、これでも3回引いちゃいましたからね、10連。はい、じゃあ2周目、はい、行きましょう。次いきます。はい、じゃあ10連でいきます。いきます。さあどうだ。おお、なんか靴がいっぱい当たってんだな。じゃあちょっとかぶっちゃったんで。あ、さっきと同じよね。チケットですね。あー、なかなか難しい感じのね。いくぞ、次いくぞ。当たるかな。お前もう2回目だから、これラストだからね。テラさん、ラストチャンス、ラストチャンス、いきましょう。お願いします。いきたいと思います。多分ね、フェラーリ当たるとき演出サクッと、またピンクの髪が、しかも200の台。おー、またね、ピンクの髪の毛が当たるっていうね。はい、ということで、もうテラさんこれで終了だから。やばいね、この金額の突っ込み方。簡単にお金ってなくなるもんなんですね。サク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 って。牛丼3杯、牛丼3杯で、牛丼何十杯分だって話だから。やべ、じゃあ俺もこれも次ラストでね。次ラストです。やばいです、行かせていただきます。はい、押して10連交換で、はい、こっから交換ですね。行きましょう。怖いよ、怖いよ、行きますよ。ドン。じゃあ来て来て。およお。おって毎回言ってるけど。ちくしょう。え、なにこの当たらなさ。全然ですね。え、これで今何回終わったの。1、2、3、6、4、5、6。うわ、あと1回じゃん。ラスト1回。やばい、やばい。じゃ一旦ちょっとここで当たり、戻って、これラストですよ、これラスト。一回落ち着きましょう。やばい、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 やばい。サッシュがさらわれた。これで1万円が吸い込まれると。15万円が吸い込まれると。ということで、これラスト当たるかな、当たるかな。これ行かせていただきましょう。3回目なんで、いきます、いきます。じゃあラストです。怖いよ。じゃあ行きます。おっ、何何何何何、スカーのスキンが当たりましたね。うん、わかんないけど、わかんないけど、か、
これなんか持ってる人いますよね、プレイヤーの方で。これ多分武器の中では一番の当たりです。やったー、とりあえず当たったけどフェラーリが当たってない。まあ、とりあえず当たりました、1個目ね。ただまあ1万円でね、フェラーリは当たらなかったと。ということで、ということで、何ですか、ということで、テラさん、テラさんがね、大人の力を使ってね、当てましょう。とりあえずちょっと延長タイム初課金いきましょう。いきましょう。はい、ということでこれからね、荒野行動の初課金ということで、はい、課金しちゃいます。いっちゃいましょう。これでさすがにフェラーリ当たると思うんで、じゃあ一発で当てたいと思います。おい、これ、はい、来た。お、一発目来るか、ドン。うん、うん、うん、なんかさっきと、さっきよりもなんかあれね、なんか暗い感じが、なんか暗い感じがするね。天使のキスシリーズね。天使のキスシリーズ。さあ、おお、何来た、何来た、何来た。すごい、いきなり当たりだ。え、何当たりっすか。何が当たったの。冬のなんかコートみたいなのがあるんですけど。なんかいいな。はい、これからおしゃれな感じで、ね、いやなんかさ、よくわかんないさ、なんかリボンついたさ、シャツだけ着てたじゃん。そう無課金アイテムしか着てなかったけど、おしゃれな服ゲットした。じゃあ、そろそろ30連ということでね、そろそろ来るんじゃないでしょうか。いいでしょ。そろそろ来るよ。来ない。暗い暗いな、なんか色が暗いな。何も光ってないもん。まあでも被ってないだけ、まあいいです。ああ、被ってない、あ、1って出てるから被ってないってこと。いや、どんだけコーディネートできるだけ服当たってんだよ。ダイヤもあるしね、色々変えちゃいますよ。やばいよ、これ、羨ましいな。でももう現時点でね、30年終わってあと4回です。あと4回、あと4回で1万円が消えちゃいます。おお、なんかかっこいい武器きた。まあとりあえずね、こうやって銃も当たりましたん で、これあと3件のか、あと3回当たるかな、当たるかな、来るかな。おお、当たった。何当たった、これ。あれ、これさっきの服のズボンじゃないですか。松枝とか書いてありますけど、何それ。ほんとだ、さっきの上下セット。あ、上下セットやったね。まあどんどんいきましょう。ちょ、幸運の持ち主だ。はい、ということでこれ60連目いきたいと思います。そろそろフェラーリで。いや、これ当たったらマジで熱いな、超テンション上がるな。暗い、うん、暗い、うん、なんかね、画面が暗い。うん、まあラストへのね、もう行っちゃおう、行っちゃおう、行っちゃおう、どうぞ行っちゃおう。はい、ということでこれラストかな。ラストですね。ラスト行きたいと思います。行きます。おお、なんか当たった。かぶった、かぶってないでしょこれ。あの、短期間銃的なやつでしょこれ。それとなんかすごいおしゃれな帽子。やばいね。すごい、めっちゃ当たってる。めちゃくちゃ当たってるけど、もうフェラーリは当たらずと。フェラーリ当たんねえな。じゃあ分かった、テラさん、テラさん、はい、テラさん、あの、もうクロワークス宛てに請求書出していいから課金しなさい。もう決めました、もうあの代表として決めました。お、いいよ、だからもうある程度かかった金額はクロワークス宛てに請求出してもらっていいから、もうテラさん、そのアカウントでいいんですか。そのアカウントでいい。じゃあもうね、次はじゃあもうスグル自らが行こうと。で、あのね、スグルね、ワイルドです。はい、スグルね、はい、ワイルドです。はい、もうこんなのね、一個一個おーおーとか言ってる細かいことは言いません。もう全部いく、全部いく。10連交換でいいのこれ。10連交換で、あ、もう10連交換で、もうどんどんいきます。もうひもひいてるから、もう、はい、当たってないね。はい、次10回交換いきますよ。おー、当たった。はい、10回交換、はい、いきますよ。はい、10回交換、何も引っ掛けない、何も引っ掛けない。なんか当たってるけど、よくわかんないけど、どんどんいこう。はい、いきましょう、いきましょう。なんかすげーの当たったのこれ。M24 のなんかが当たったんですね。4も結構上の当たりですね。へ、よくわかんないの、次行こう。はい、次っすね。おお、結構やばい、結構これもうね、今さっきの当たった。おお、また当たった、また当たった、暗黒騎士が当たりました。どんどん行けよ、どんどん行けよ。またこれもさっき当たったやつ。いや、これ当たってないです。新しい武器、新しいですね。新しい武器も当たってる。これラスト。え、まだラストじゃないでしょ。銀河の攻撃の足が、あ、銀河の攻撃の足も当たる。来ました、来ました。できた、なんかやった、終わっちゃった。早い。一瞬で一番終わったぞこれ。はい、ということで、はい、これからね、追加で当てるまで帰れません。マジだ。テラさんやったよこれ。もう一回課金したいと思います。行っちゃおう、やじゃ、行きましょう。いい、ね、もう一万円いっちゃいましょう。ということで、はい、いや今ね、貧乏旅行してるのに、とんでもないところで、とんでもない出費が今。いや、ここでね、ここでやめたら男スタるよ。そう、っていうかもう、このね、そう、高校生のジェイクさんがこんだけ課金してくれてるのにね。そう、あの、大人がケチるとかないっすからさ。ない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 。とりあえず俺1万なんですけど、もう2人で2万使ってますよ。あのね、違う、格が、僕たちの格が違うとこやっぱ見せつけないよね。うん、なるほど。まだ YouTube チャンネル収益化してませんけど。してないからね。これくらいの勢いないと収益化できませんから。そう、勢い大事だ、勢い大事。はい、はい、ということで、220連目。やっぱ大人の力違いますか。220連いきますよ。はい、220連いきましょう。もうどんどん行こう、どんどん行こう。
来るぐらいも。はい、来ない。あ、来ない。はい、次、はい、もう10回行こうか。はい、行こう、行くぞ、行くぞ、行くぞ。ほら、行け行け行け出るぞー。ほい。カイジみたいになってますよ。カイジだよ、もうカイジ。おお、なんだ、かぶったー。かぶったー。でもなんか、なんかそれっぽいの当たってんの。今俺も、ぜ、おぉおぉぜ、おぉ男として覚悟するのが大事なんですよ、これ。覚悟っすよ、やっぱ。フェラーリ来ました。やばい、これはやばい。来た、今飛びた。うわー、飛んでましたよ。飛んだよね、今多分。やばい、これちょっと来たー、来たー、ということでね。来たよ、これやっぱ男は覚悟なんですよ。そうっすね。今までほら、なんか1万円がうじうじ、うじうじってダメなんです、ダメなんです。もうそこはね、勢いでプッシュするときはしていかないと。だから決意、覚悟決めたら当たります、フェラーリ。そう、あの、覚悟決めたら、あの、だって覚悟決めるってことは10万円まで貼るってことだね。そう。だ今カメラ回ってない間にすごいうじうじしたんですよ、僕。そう、俺説得したよ、ね。ここが俺のステージだ。いや、うじうじして俺に言われて課金したじゃねえか、お前。はい、ということで。はい。これね、見事、フェラーリ出ました。ジェクさん、よかったっすね。いや、よかったっすね。アンテナさんのすけど。じゃあ、そこまで課金するつもり本来なかったんだよね、俺はね。うん。ただ、なんでしたかっていうと、もうジェイクさんが、高校生ですよ、高校生。そう。高校生なのに、あ、じゃあちょっと待ってくださいって言って、コンビニで iTunes カード1万円分購入してる姿を見て、うん、あ、これはと、うん、そんなに僕たちとコラボするためにそんなことをしてくれるんだと。そう。そしたらね、大人はね、やるしかないでしょ。そうですね。うん。そこはもうね、あの、うん、そうやってそういう気持ちを出してくれたからには、僕たちもやっぱそれをお届けしたいと。あれですよ、覚悟っす。そう。大事なの、覚悟っす。そう、ジェイクさんの覚悟を見てね。ね、僕たちもじゃあ覚悟を出さなきゃいけないなと。僕たちもつるけど、お前は違う。260連目で出ましたと。260面で。で、課金にしたら4万円。はい。で、今回はこの動画はこれで一旦終わりにさせてもらって、はい、この後ね、このフェラーリを使って、3人でプレイする動画、いくつか撮っていこうと思いますんで、そちらもお楽しみにしてください。はい、ということでね、今回の動画はいかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。ね、今回ね、ジェクさんと一緒にやらせていただいて、この動画がね、参考になった、面白かったな、なんていう人は、ぜひ、チャンネル登録と動画の評価、お願いします。お願いします。お願いします。ツイッター、インスタグラム、最近ツイキャス始めたんですけど、ツイキャスの方でもね、今回旅の番外編っていうことなんですけどね、うん、旅のね、車中でのトークなんていうのも生放送のライブなんかもやってたりもするんで、ね、はい、なのでツイキャスの方もぜひともチェックしてみてください。はい、はい。またブログの方ですね、ブログの方でもこの旅について、はい、岡さんがいろいろね、あの、面白い記事書いてくれるなんて話をしてたんで、はい、そちらの方もぜひ参考にしていただければと思います。ということで、あの、今回もね、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。クロワークスチャンネル登録よろしくな。イエーイ。はい、ということで今回一緒に出ていただいたジェイクさん、はい、ジェイクさんのチャンネルもね、動画の説明欄の方にリンクを貼っとくんで、そちらもね、ぜひ見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。荒野行動めっちゃうまい。うまい。